17歳の太郎吉少年が選んだ道は相撲取りになって故郷のために大金を稼ぐことであった。どうした？もう一丁！すげえ、あんなに白飯がいっぱい。あの米だわら、シナノに送ってやりたいすら。太郎吉、次はおめえだ。全力でぶつかってみな。え、いや、ほら遠慮しときます。何？全力出したら兄弟子さんらを壊しちまいそうなんで。面白い。俺とやろうぜ。それなら文句はねえだろ。いやでも、太郎吉よ、ここで俺を倒せなきゃ田舎に帰ってもらうぜ。それは困るすら。吹っ飛んで怪我しても知らんずら。上等だ。どうした、もう指名か。なら荷物まとめてとっとと帰りな。みんなが腹すかして待ってる。国に帰るわけにはいかねえすら。だったらどうする。この野郎。誰が誰を壊すって。もう一度言ってみな。まだまだ。どうで坊主、これが相撲だ。強えだろ。相撲面白え。四股すり足、鉄砲。少年は飽くことなく与えられた相撲の基礎稽古に打ち込んだ。まだまだ、もう一本。太郎吉にとって相撲こそが生まれて初めて全力でぶつかれる相手だった。そしてくぜ。松江藩預かり、雷電為右衛門となり迎えた初土俵。なんだこいつ、こんな補正なりのくせに動かん。